夏の朝を大輪の花で鮮やかに彩る朝顔の展示会が静岡市の神社で開かれています。展示会は古くから親しまれてきた大輪朝顔の栽培方法を伝え続ける静岡朝顔研究会が毎年開催しています。静岡浅間神社の境内には会員6人が丹念に育てたおよそ250点が並び、つるをらせん状に巻くあんどん作りと、つるを切って鉢の中に飾る切り込み作りの2部門で花の大きさや美しさを競い、毎朝賞が決まります。ただ、展示会に出品する研究会の会員の数は高齢化などを理由に去年と比べて4人減っています。いい花ですね、綺麗ですねって褒めていただけるのが一番の励みになりますのでね、ぜひお待ちしております。静岡朝顔展は来月1日まで開かれていて、朝7時から9時頃までが見頃だということです。